本日、衆議院の予算委員会が、行われました。私は外国人労働者の受け入れに関わる入管法改正案について質問しました。質問のポイントは3つで、総理が、まず第一に今度の新しい制度と現在人権侵害が横行している技能実習制度、これはもう別物だという答弁を繰り返してきた問題です。私調べてみましたら、これ別物どころかまさに密接不可分だということが明らかになりました。私が示したパネルでも、これ法務省が出してきた資料ですけれども、例えば14業種と言われているのがこの14業種なんですが、 100% 技能実習制度からの移行を見込んでいるというのが5業種あると。で、建設や造船を加えたらもう9割というところがありますし、漁業や飲食もかなりの効率に上っていると。つまり14業種のうち実際にもう技能実習生が多く働いている産業ではもう8割9割10割という意向が見込まれていると。で、こちらでゼロとか介護とかあるんですけども、この介護の場合はまだ技能実習制度が入って間もないという特殊性がありますし、外食はもともと入っていないと。で、宿泊についてもまだ入っていないと。で、先日、いきなりですね、いやうちも考えたいと、宿泊やりたいということで手を挙げて、5年後についてはこういう推計も出してきてるっていうわけで、結局今技能実習生があんまりいない業種は確かに移行すべき実習生が少ないですからこういう数字になるんですが、移行すべき実習生がたくさんいるような業種ではほとんどそういう人たちを見込んでいるっていうことが、これ政府が出してきた資料でも明らかになってまいりました。で、2点目は総理が9割の技能実習生はうまくいってるんだという答弁をしてきたことであります。こういう形で、まあ、多くの技能実習生がそのまま移行していくということになるわけですけど、大元の技能実習制度は安倍総理は9割うまくいってるなどというわけですが、この間野党の追及によって失踪した技能実習生からの徴収票も明らかになりました。この徴収票は2009年の国会付帯決議で、衆参両院の法務委員会の付帯決議で、制度の改善のために、技能実習制度の改善のために実態調べようということで始まった調査でありますが、この徴収票によってもこの技能実習制度の深刻な実態、例えば最低賃金以下というのが衆議院が調べた150近い資料では7割、参議院が調べた465枚の徴収票では85% 最賃以下だったということも明らかになっている。あるいは暴力、セクハラ、帰国を強いられたというような記述もありました。つまり総理が言う9割がうまくいってるなどというのは全く認識が間違ってるという質問を出したんですが、これについてはまともに答えないということでした。最後に3つ目の総理の答弁は、昨年以来技能実習制度が始まった、技能実習法という法律ができて施行がされているとか、あるいは今度できる新しい制度でそうした問題も解決していくという答弁をしてきたんですけれども、そういう答弁も実態とは違うと、事実と違うと。技能実習法の方は確かに去年から施行されておりますが、逆に去年失踪した技能実習生の数は前年よりもそれを上回るペースで失踪が増えてるんですね。悪化しているという原因は何なのかと、施行された下でですね、いうのが実習法にも問われますし、さらには今回作ろうとしているこの法律はその3年間この制度の前に行われている実習については何の手当もしない、そういう法律であります。あくまで移行してきた後の話でありまして、これ全く関係ないと。結局今大変な状況に置かれている技能実習生の実態は全く改善せずに、やりますやりますと言ってるだけの偽りの答弁だということを追及いたしました。まあ、非常に短い時間でしたけれども、この点について安倍政権の答弁が間違ってると、結局実態に蓋をしたまま拡大だけを進めようということで、こういうやり方は本当に許せませんし、逆に外国人労働者の人権侵害をひどくするものだということを改めて痛感しました。
明日の採決など許されないということで、野党結束して頑張りたいと思います。